SNS メディアコンサルティング宮園大和賞、こちらは iPad の商品、ゼッケン45番内藤貴嗣選手、正面の方にお願いいたします。株式会社ルーカス松下工業か、商品は大型テレビ、女性です。ゼッケン58番小林有奈選手、おめでとうございます。ライジン様、ライジン様よりライジン賞いただいております。こちらも、大型テレビとなっております。こちらも女性の方、ゼッケン259番、岩下キララ様、ペスタリアホールディングス株式会社様よりダイヤモンドペンダント、女性ゼッケン431番、前川凛香選手、おめでとうございます。最後の賞となり、こちらも、株式会社クラッショー様、鈴木アルトをご協賛いただいております。こちら発表させていただきます。最優秀選手賞、原田龍選手、おめでとうございます。青銅会館の角田師範です。本当に初めて人生で見たテレビがオハスタなんですよ。その頃の子供たちがね、こうやって立派になって活躍してくれてるのを見ると僕もすごい嬉しい。そこに出場してる選手たちもみんなの憧れにならないといけないし、たとえチャンピオンになれなくても自分の人生が豊かになればそれは素晴らしいことじゃないですかね。この試合最高だなとか、気持ちがめっちゃ上がったりする試合ってどんな試合ですか？美しい技を見た時もそうだし、痛みに耐えて必死に向かっていく選手見てるとなんか涙出てくるし、だから僕格闘技って素晴らしいなと思う、うん、やっぱり同じことずっとやり続けてると嫌になったこととかってありましたか？いや、好きでやってたら嫌になることないでしょう。それも含めて格闘技というのはそういうもんですから、厳しい世界ですからね、はい、やる側に回るのか見る側に回るのかはあなたの自由ですという。以上、角田師範さんでした。ありがとうございました。なんとここでですね、特別ゲストのこの方が来てくださいました。水沢アリーちゃんでーす。こんにちは。ちょっと何してるんですか？来ちゃった来ちゃ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 来ちゃったみたいなノリじゃないから、みんな空手ガチでやってますからね。すごいよね、初めて生で見るの。初めてすぎてなんか全然テレビで見るのとやっぱ違うね。そうですよね、空手って。でも絶対なんか小学校中学校の時って空手習ってるみたいなやついたじゃないですか。なんか想像を全然超えていきますよね。なんか声援、生でこそのなんかお父さんとかお母さんの頑張って左みたいな、そういう声援も合わせて、子供だったらどういう気持ちなんだろうとか、そういう気持ちで見ちゃう。そうですよね。だって今日とかもこんな子らもやってはりますから、自分の子供でもおかしくないですもんね、僕ら。でもすごいですよね、大阪でこんだけのこの何千人って方が今日来られてるじゃないですか。これもうみんなガチで空手やってますから。すごいなと思う。なんかちっちゃい時に私習い事をあんまやってなかったから、こういうちっちゃい時から何かをこう積み立てて大人になって武器があるって素敵なことだ。そうですよね。14歳、何年生まれ？2005年生まれやで。いや、ここでも6個違いますから。空手はうちの部活動になかったの。なかなかないですよね、空手部活動であるっていうところって。初めて見たからすごいね。なんか空手って本当に習
か熱狂がすごくて、こっちも熱が入って見れるから。そうですね。でもアリーちゃんが来てるっていうことで、結構さっきからいろんな方の視線奪ってますよ。本当？ちょっとなんか空手に合わせて白できたんだけど。空手に合わせて白？いや道着の、いやいや、ちゃうそういうとこじゃないから、ね、そういう格闘家の奥さんとか格闘家の彼女ってすごい女性からして憧れそうですよね。すごい憧れると思うし、なんか日本人なんだって海外に言うと空手を教えてって言われるの、それぐらい日本のやっぱ国技だし。待ってアリーちゃんにその質問来るってことは、じゃあ日本人なんだよねって空手教えてって言われたら何をやるんですか、いつも。なんかこういう感じだよっていう。いや今日見て、あ、違ったなって思った。全然違いますよ。まもなく決勝が始まりますが、いかがですか。どっちも本当に応援したいし、どっちもなんかこうね、あの頑張ってほしいんだけど、なんかこの負けたにしても勝ったにしても、この大会を経験として生かしてまた次に進んでもらえるみたいな、なんか意味のある試合になってほしいなって思ってる。そう、すごいやっぱりみんなさ、ご家族とかね、空手ファンの方たちだから、なんかこの熱狂を、ね、一緒になって本当に応援するのがすごい楽しいし、引き続き空手オールジャパン楽しんでください。はい、頑張ってください。ありがとうございました。以上、特別ゲストの水沢アリちゃんでした。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。高いよね、絶対。あれと、ことねちゃん、私や、ことねちゃん、ことねちゃん、なんか空手を人よりも上達させるために、僕は、私はこれやってんねみたいなことを、なんかありますか。キックボクシングもやってんねん。総合格闘技やキックボクシングもやってて、ここに入らせてもらって、いろいろな格闘技できるように練習させてもらって。やっと見上げた。なんか好きな女の子のタイプだ。昨年のカラテオルジャパンでも優勝させてもらって、私も優勝して2連覇できるように頑張ります。そういうのあんた、さっき言えな。全然知らんかったよ。さあ、続いてはこの選手がやってきてくださいました。さあ、スペインから、クリスチアーノ・ロナウドです。違うの、よう来たね。よう言われるんですけどね。よう言われます。よう言われます。めちゃめちゃ毎日言われます。いや、ちょっと意識してますよね、髪型。まあ、ちょっと意識してますね。してるんや。試合には出ない。先ほど終わりまして、決勝進出決まりました。おめでとうございます。全然汗かいてへんし。いや、めっちゃかきますよ。めっちゃかきますよ。試合に出られてても、このヘアスタイル全然かかれてないですよ。まあ、そうですね。セットし直してきたんですよ。セットし直してきてくれはったんや。なんか普通のハイキックはこうなんですけど、上から上から、今回はこちらタピオカブースの方に遊びに来てみました。いや、もう持ってるやん。じゃあ、こういうのキャラメルミルクタピオカです。黒糖ミルクタピオカです。ヘーゼルナッツタピオカです。いける、これ食レポとか大丈夫ですか。うん、なんかキャラメルの甘さとタピオカがとてもマッチしていて、めちゃくちゃ美味しいです。お前、飲む前から考えてたやろ、絶対。笑ってるよ。黒糖ミルクタピオカでしたっけ。黒糖ミルクタピオカ、黒糖の甘さがあって、濃くもなく薄くもなく、ちょうどいい感じで、めっちゃ美味しいです。うんだ、うんちゃうね。はい、やりきったじゃないから。そう、めっちゃナッツ。お前さ、関西やからって落としにかからんでいいから、ここ、はい、以上、会場のタピオカブースからでした。